さあ。おしゃべりしましょう。はい。はい、ということでね、ボブスレラジオでね、うん、僕がやってる生配信のトーク番組で、うん、今日はね、このお二人が揃いましたんで、はい、生配信にはちょっと載せられないかった部分で、ちょっとじっくり別の話をしたくて、うん、別で撮ってみてます。はい。うん、ということで、年貢の馬場小太郎くん。お願いします。そして、ユーリガガン、ウジエタクトくん。お願いします。はい。二人とも、ウォズニアクのサポートをたびたびやってくれてる、うん、ナイトたちなんですけど、ウォズニアックの、Too Many Waves っていうコンセプトアルバムが、うん、今年の4月、2021年4月に、うん、リリースされまして、それにですね、二人とも参加してくれていまして、はい、はい、まだの方はぜひ概要欄に、貼っとくんで、もう聞いてるよっていう方もですね、ぜひ概要欄から飛んで聞いていただけたら嬉しいんですけど、うんうんうん、それリリースしてから、ちゃんとその話したり会ったりしたの、今日が初めてだから、うん、宇治には会ってるけど、うんうん、小太郎に会えたから、ね、せっかくなんで、その、どういうことがあって、あの、鬼畜サウンドに仕上がったのかっていうのをですね、うん、聞きたいなと思って、うん、教えてくださいよ。っていう回です、今日は。はい。はい。それについて撮ってみてますんで、聞いてなくても、興味持ってもらえると思いますけど、音を聞いた上で、話を聞いてもらった方が、よりね、うん感じることがあるんじゃないかと。うん、で、宇治と、小太郎で全然違うギターソロをね、うん、弾いてもらったんですけど、うん、一応、エクストリームに説明すると、うん、ボズニャックの Waves って曲がありまして、はい、ライブでいつも最後にやるようなね、勝ち上げ系のトラックなんですけど、生バンドダンス曲なんですけど、うん、最後の1分にギターソロがあるんですよね。うんうん、で、それを僕は作品リリースするときは、僕が打ち込んだギターの音をエディットして出したんだけど、うん、そこをごっそり抜きまして、うん、そこのギターソロの最後の1分の一番熱いところをみんななんか自由に弾いてくれとお願いしまして、うんデータのやり取りで本当に自由に弾いてもらったっていう企画なんですよ、うん、それをギタリスト11人にオファーしまして、それを1枚の先にギュッとまとめてリリースしたっていう、それに宇治もギタリストとして参加してくれて、はい、小太郎もギタリストとしてやってくれたという、はい、その話を聞かせてほしいということですよ。語っていただきましょう。Too Many Waves で、小太郎。あれどうまずありがとうね。ありがとうね。ちょっと、ショートしちゃった。ショートしたね、うん。ありがとうございます。いやー、よかったよ。面白い企画に参加してくれて。大変でした。大変だった。おー。あのね、うん、パソコンから音出すのが大変だった。とにかく。その、要は、パソコン音楽スキルってこと？そのね、感謝してます。ほんとね。僕は、やったことなかったんですよ。実は。DTM。そう。というもの。なんか、一回やろうとしたけど、うん、挫折した過去があって、で、機材はあったけど、あ、そうなんだ。で、オーディオインターフェースって、いわゆる、なんかパソコンとギターをつなぐ、機械はあって、うんうんけど挫折したっていう過去があったんで、うん、いいきっかけに。あら。宇治家さんとかに相談した気もするんですけど、俺。そう、ね。なんかやりましたよね、電話で。なんか急に、LINE のトーク、ビデオ通話、出てくださいって言われて。といきなり。そう、ちょうどなんか俺は、その日、ステーキ焼いてて。そっちの話も聞きたいな。ちょうどその時ステーキ焼いてたんだよ。そうそうそう。ちょっとご飯食べながらだったらいいけどね。よく出てくれましたよね。確かに。ステーキ食べてるときに。ステーキ食べてるときに、ね。絶対嫌ですよ、俺なら。ステーキ5だよね。うん、5。せめて5。イハルダも、イハルダもいてね。イハルダもいたのね、イハルダもいた。もう電話でね。あ、みんな、あ、そうそうそう。要はズームトークみたいな感じで。あ、はいはいはい。食いながら。うん。ね、イハルダも参加してもらったり。そうそう、キキっていうバンドのイハルダく、うん。僕のコラボトーク、うん、コラボ対談に出てくれてる。うん、キキのイハルダくです。三人でなんかその、まあ、いわゆるその、取れはしたけど、うん、音を、フレーズ。そうそう、ギターをパソコンに入れることはできたと。ほう。ギター、弾いたギターを。ああ、そっかそっか。ただそれを書き出すときに、うん、その、星ちゃんがいろいろ、指定というか、うん、あったじゃないですか。どういう音質でとか、あどういう大きさでとか。はいはいはい、そうそうそう。それを、ホッシャンの指定に書き出せない、うん。ああ、はい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 。簡単に言うと、うん、MP3 っていう形式を聞いたことあるでしょ、うん、皆さんも多分ね、うん。と、例えば WAV みたいなね、うん。ロスレスとか言うじゃんよ、最近も。うん、そういう音質がいろいろあるんだよね、うん。データでやり取りするとき、ね。で、それで僕からみんなに
まあ、エンジニアの、ハイスイのテルユ兄と相談して、この形式がいいんじゃないかって言われたのを僕も皆さんに共有したんだけど、その形式にできない。難しい。だから何言ってるか分かんない。あ、まずそこか。まあなんか、聞いたことあるけど、みたいな。俺、星さんの LINE には OK です、みたいな。うん。そうそうそう。そっからもう、すっげーしろ。かなり焦って。やばい。やばいっす、みたいな。多分そんな別に大丈夫や。ちょっと違ったら、もう、ぶっ壊れちゃうぐらいの。なるほど。そうだよね。その領域についての知識がないとさ、何が良くて、何がダメなのかもわかんないもんね。もう、すっごい迷惑かけんじゃないか、みたいな。夜も眠れないみたいな。はい、あ、これじゃあもう、これに合わせなきゃいけないから、全員取り直しだわ。そういうことでしょ。そういう可能性さえ分かんないもんね。何があるのか。11人。俺のせいで全員取り直し。俺の悪いとこはやっぱ本人に聞けないっていう。ね、まあね。そう、なんか、なんかオフさんに聞けなくて。はい、俺には、だって、うっすみたいな。そうそうそう。やってみますみたいな。暇そうなうじゅうさんに聞いたら、ステーキ焼いてたわ。ステーキ焼いたね。人生で一番重要な時間の一つじゃないか。ステーキ焼いてる時間なんて。ね、焼き時間とかかなりね、しっかりじゃない。そうじゃない。でもパサパサ、でもいいと。パサパサはダメだから。食べながらだったらいいよ。そうそう、食べながら。結局ちょっと待ってね。焼き上がるまで。っていうのを経て、まあ、知識もついて。それはすごい良かったなっていう。そっからだから結構、コロナになって、ああ、なんか楽しいな、家でやんの、みたいな。だから結構ハマって、ハマってというかもう、それで納品とかも、その後して、マジ？その人の曲に、うん、あの、もうリリースされてたりとか、いうのも家で撮るようになって、ほら。だから、そういうの知識なかったら僕、できなかったなと思って。まあまあそうだね。なんかすごい広がりました。あら。タイミング的にも良かった。良かった、そうだよね。そういえば。うん。あれが、始まりでしたね。ああ、それはもう、ステーキ始まりで。ステーキそっちね。そうね。確かに、ステーキなかったらね。うん。もっとスムーズにいけたのにね。なんでか。そっか。でもじゃあ、それは良かったの。嬉しい、嬉しいね。もうなんかギターの話じゃないですけど。まあ、確かに。そういう、なんか、それも一つ、良かった。ギターに関してはもう、聞いてください。まあ確かにね。確かにね。プレイはね、とか、フレーズとかはね。てかね、裏話とか、ないっていうか。え、今してたよ。してたか。それが裏話。あれ裏か。裏話。俺にとっても裏話。ああ、じゃあ表話とかはないっていうか。まあ音はね。あの、俺ですって感じですね。まあそうだね。なんかあんまり、裏切ろうとかなく。うん。ただまあ面白い機会なんで。うん。あんまりね、自由に。朝食で結構、だって1分以上、あるっすよね。ある。を、好きに埋めてくれとか、うん。わぁ、どうしようみたいな、なんかワクワク感あったんで。まあ、なんかこう、木を照らってやろうってよりは、なんかこう、めっちゃ俺の好きな感じにし、ただやろうみたいな、感じなんで、あんまりこう、イメージ通りな気がします。ああ、なるほどね。僕の。うん。そうだね。どうなんでしょう。いや、そうだと思う。うん。まあ、すっごい気に入ってるんですよ。結構。あ、ほんと。なんか。嬉しい。うん。聞いちゃう、たまに。ああ。なんか。いや、めちゃくちゃかっこいいっしょ。ああ、ありがとうございます。ねえ、途中のあの、トゥミー、トレット、トゥットゥルトゥーってところ、いいよね、めっちゃ。あれもう一回ですか？もう一回はダメなんだ。もう一回のやつじゃねえんだよ、これ。もう一回のやつじゃないんだよ。分析されちゃダメなやつなんだよ。流れって。おいおいおい。俺の、もうちょっとわかりやすい。なんか、チュイーン、トゥー、トゥルッ、トゥッ、トゥーってやつ。よかったです。そういうことじゃないんだよ。そっちのディテールが、とかじゃないのよ、これ。このくだり。ああ、わかんない。うん。でも、あの、これ、ほんと二人が今いるから言ってるわけじゃないけど、あの、聞いてくれた人がさ、そのツイートしてくれたりさ、ストーリーズでさ、インスタグラムの、タグつけてくれたり、メッセージくれたり、結構あったのよ、反響が。で、名指しでこの人がいいって言ってたのは、宇治と小太郎だね。あの、なんか面白い企画だとかさ。ああ、そういうのは多かったのね。照井さんがと大二郎さんが参加してるとか、そういうのはあったんだけど、聞いた上で、この人のこれがどうとか言ってたのは、小太郎と宇治がすごい多かった。それ何今の何上だけ上だけ
上だけ。まあ、家庭のやつ。家庭のやつ、ね。家庭のやつ。家庭のやつ、ね、地元の、地元。代々伝わる、なんかあるんだろうね。地元ルール。いや、嬉しいな、それ。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。結構いいのができたなーっていう。いや、すごいよ。すごい楽しく。一晩で。一晩でやったんだ、あれ。なんか、いや、なんかね、こう、溜めてもしょうがないから、もう、うん、終わらせるぞ、みたいな感じ。うん、もう、わけわかんなくなってきて、深夜になって。その感じがあると思います。その感じあるね。わけわかんなくなった深夜に取り切った感じがある、ね。いや、面白かったなー。いや、嬉しいね。一応、だから、編集とかはできなくて。そのネットで、うん、ネットじゃねえよ。ネットで編集しようとしたの？自信みたいな。確かに。なんか、な、波形を。波形をできなくて、うん。もうなんか、フィジカルのエフェクターいっぱい。ああ、やっぱそうなんだ。あ、そうです、そうです。もう一発撮りっていうか、一発撮りじゃないけど、うん、加工はしてないって感じです。え、そうなの？俺してないです。そうなんだ。してないけど、一発撮りじゃないです。その弾いて止めてみたいなのあるっすよ。あ、もちろんもちろん。途中です。うん、途中から撮ったりとか、うん。でも、なんか割と、なんだろう、うん。素直な音じゃない時のもあるんですけど、うん、僕のギターが。そういうのも一応エフェクターで。そうなんだ。掛け取りってやつですか、うん、プラグインとかがわかんなくて。今わかるけど、うんうんその。なんていうんですか。中でエフェクトかけるみたいなね。PC の。一回皿で撮って、そうそうそう、それを加工編集するとかね。が、その時もう覚えたてなんて、はい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 、できないんで。うん、まあ普段ライブで使ってるような機材で撮りました。マジか。やっぱ小太郎すげえな、だとしたら。そうなんですか。うん、いや、いろいろ勉強になりましたって、なんか軽く聞いてたから、うん、前も、うん。だから、初めて、要はパソコンの音楽編集とか知らないけど、ちょっと覚えたのをいろいろやってみたら楽しくなっちゃって、波形をこういじったり、した結果、あの仕上がりになったと思ったの。だからやっぱ小太郎は何をギターじゃなくてもパソコン、何をこう楽器にしてもすげえんだなーって思ってたんだけど、あれギターで、一応そうっす。厳密に言うと、あれプレイし、できるんだね。厳密に言うとできると思います。めっちゃ練習すれば。マジか。すげえな、マジで。マジででも、1秒取ったりもしました。うん、あ、もう、まあ、そういう、もちろんもちろんね。うん。1秒取って止めてとか、うん、それで面白い感じにしてみたりとかもしたっすけど。いや、これ衝撃だわ。ああ、そうそう。これ聞いて、また聞き返す人いっぱいいると思うよ。ぜひ。頑張れば弾けるんだよ。わ。じゃあ演奏動画も。いや。お願いして。そうなっちゃうよね。そういうくだりだよね、今ね。確かに。コロナ開けてんな、多分。コロナ開けてる。いや、コロナ長引くぞ。それはでも弾けるようになりたいな。まあそうだね。うん。見てみたいね。ね、うん、いや、まあまあ、ね、そんな感じです。いや、すごいわ、小太郎。改めてありがとう。ありがとうございました。そしてもう一本。来た。カリフォルニア感のある。そうですね。西海岸系。西海岸系のね、まさかのサウンドね。そうだったの？いや、だから、結構異質っていうかさ、うん。うん、完全に違う音だよね。うん、他の人と。質感が。うん、質感か。すでに。うん、まずレイも違う。ワウペダルを。うんうん。そう。まあ、オートワウと。オートワウか。確かあれは全部パソコン内の。お。別にしたはず。うん。多分足元でもやったけど、うん。つって、うん、全部パソコンにして。うん。まあ、BPM50 ぐらいでこの、ピーン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 ってゆっくり弾いたのを、まあ、後からちょっと言って、140に上げて。あ、そう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 。下手すぎね、さすがに。逆に合わせるの上手すぎない？確かに。BPM50 をしっかり弾いたっていう。それ上手い人ですね。うん、それ上手い人、ね。それ上手い人。まあ、あれも基本一発で撮って、で、まあ、小太郎みたいに途中、ここミスったなと思ったらそこだけちょっと。パンチインして。そうそうそう。うん、やってって感じやね。フレーズはもう適当やったな。適当？要は手癖ってやつ？手癖で。ちょっと拍もちょっと、拍というか、なんか444じゃない、普通。うんうん、進んでいくの。途中ちょっとだけ違ってたりするけど、うんうん、力で、力技で、なんか、あーっつって乗り切った。で、マッチョな感じでしたね。マッチョな感じだった。結構。マジか。宇治はベースをね、うん、ユーリガガンとか、ボズニャクサポートとかでよく弾いているから、ギタリストでもあると。そうです、もともとは。うん、で、自分はどっちって言うって言っても、うん、どっちでもあるってこの前答えてたんで、ボブセラジオ過去回で。ギタリストの顔も面白い、ね。
え、すげえな。じゃあ、ギタリストとしての手癖、一発押し切り勝負ってこと。まあ、そうだね。のいきなりの。いきなり。そういう感じのイメージじゃねえんだよな、あのギター。そういう人の感じじゃないんだよな。もっと剛腕な。荒れ狂うものの。はいはい。まあなんか、イメージ、ちょっとしたイメージがあって、うん、全然ほど遠いけど、プレイにとしては。うん、スティーブ・バイの、For the Love of God っていう曲が、ほう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 。あって、うん、まあ、バラードの名曲って言われてる曲があるんやけど、うん、もうそれの後半、最初は結構ゆっくりな、感じで聞かせてるんやけど、うん、後半めちゃくちゃ早弾きをするのよ。あなんかもう音符というかその譜面とかすごいことになってるみたいな。なんかそれのイメージというか、なんか前半はちょっとこうなんかちょっと緩やかな感じで、うん、後半なんかそんな早くは弾いてないけど、うん、だんだんこう登っていく感じみたいな。うん、フォーザラブゴッドのギターがそんな感じ。あなんか、それっぽくて。ほー。確かに。ラストこう、ずっとこう、繰り返しの速いやつで。そうだんだん上がっていって、みたいな。うん、あと、ワウをかけたのは多分、ごまかしかな。なんか。まあ、まあ、演出というか。そうそうそう。賑やかしの。そうそうそう。なんか、リワーブかけたら、ごまかせるっしょ、ぐらいなノリで、うん、多分、ワウを。なんでワウかけたんかなちょっと、あんまり覚えてないけど。うん、そんな感じっす、ね。いやー、すげえ面白、うん。いやいや、めちゃかっこいいよね。うん。うわ、なんかすげえのが来たって俺思ったもん。本当に、うん、うわ、こういうのすげえぞ、これはって。あれは見てみたい、弾いてんの。いや、でも俺、最初50でやって。確かに。やってっから。無理無理無理。うまい人なんだよな、それ。うまい人だよね。きっちり50で弾いてるんだわけだから。なるほど、そうだったんだね。そうそう。そうね。いや、レアな話聞けたな。こんな毎週ボブセラジオでさ、毎週僕ら1時間半喋ってるんですよ、ほぼ毎週。それでリリースからもう5ヶ月経って、初めて聞きましたね。言ってくれたのも初めてだし、聞いたのも初めてだから、リリースしてんの。そうか。そうですね。プロセスは全然違うね、じゃあ2人。うん、でも確かに。うん。真逆っすね、結構。そうやね。真逆真逆じゃないでも。中のエフェクト使って手癖で。そうだね。弾いて。確かに。そうか。後からいろいろあれだもんね。あの、面白おかしくやってったってことだね、小太郎は。俺はむしろ、そんなにあれ違う。パソコンで全然何もかけてない。やってないから、ちょっと、まあ同じか。あれ俺聞いてた話。だから大丈夫。これ今回収録だから。いくらでもカットできるから。確かに。まあ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 。まあまあまあ、ほぼしないですけどね。あ面白いね。すごいわ。うんうん。いや、ぜひ生で見てみたいね。宇治もプレイも。うん。まあ、まあ全然。まあでも、あと90でしょ。うん。まあ1日1上げれば。そう、1日BPM1 上げていけば。うん。年末に。3ヶ月後にはね。そうそうそう。100日後に弾けるようになる。宇治。やべえ。うまくもねえし、もうタイミングとしても別にだし、とんでもねえこと言っちゃったな。そう、弾いてみたやつね。だ同じなのはちょっと弾けんから。同じのはやっぱ弾けない。そうだよ、手癖ってそういうことだもんね。すげえな、手癖でああいうの弾けるんだね。でもギタリスト、うん。ちゃんとソロを弾いてるギタリストだね。確かに。まあ、そのメタルをずっと聴いてて、それを練習してたからね、昔は。うん、なるほど、面白いな。やっぱ俺、これ決めたわ。やっぱ、そのタイミング意味わかんないけど、やっぱ Too Many Waves やってくれた人の話は全員聞かなきゃダメだって思った。これを4月の下旬に出していれば、いろいろ結果とか今は変わってたかもしれない。でもそういうことじゃない。でもまた聞いてくれますから、これ。そうだね。今から。そうだね。今からでもね、全然。なんか俺も聞きたいな。みんな聞きたいね。うん、そうだね、うん。やったぜ。これで、このチャンネルの中でその話聞けたのが、イハラダ、キキのイハラダくんと、うん、小太郎と、うち3人だったんで、うん、あと8人。あ、あと、シンゴ。あの、ワンミリの、藤谷シンゴ。丸々やってましたよね。そう。もう一回来てくれたので喋ったんで、うん、一番早いのを、一番早いギターを一番早いく提出したいって思ったんです。すげえな。最速最速で。どうでしたかねって言ったら、本当にそうだったよって。一番早かった。提出。いいな。いいなぁ、そういうの。ぽいな。いっぽいよね、うん。みんなのぽさが出てるね。うん、いやでも聞いてほしいよ。聞いてほしいね。うんうん、いや、ぜひ皆さん、あの、サブスクって便利ですから。いつでも聞けますから。Apple Music なり、Spotify なり。うん。で、前半はね、
もうはっきり言って同じなんで。4分ぐらいの曲なんですけど、前半は一緒なんで。はい。中盤からちょっとイントロダクション入りまして。そうはい、その出た後聞いたけど、もう途中から、とりあえず何分何秒かにすぐ飛ばしてる。2分40秒で。2分40秒。覚えますよ。そうそう。で、僕のナレーションがちょっと入ってからプレイっていうやつ。そうそう。そこも飛ばしたかな。いやいやいや。そこ飛ばされたくないやつ。一番いいんだから。そう、僕が結構、ポッドキャストとかね、これラジオとかやってるんで、おしゃべりの感じも入れようと思って。やっぱ、ラスト1分だけだと、ちょっと、あまりにもそこだけ感あったから、途中にもうちょっとなんか、フックが欲しくて、で、喋りで、こう、MC っていうのを思いついてナレーションやったんだけど、で、そこで何かを言ってほしいとかあれば、リクエストくださいっつって、そしたら、みんなからはなんか、お任せでとか、バンド名だけ言ってくださいとか、なんかそういう感じだったんだけど、ミジからは、なんか、がっつりセリフが送られてきて。こういうのって思って。読み方もね、そう。なんか、してあったんすかね。してあった。うん、どこまで答えられたかわかんないけど、宇治の理想、うん、いや、でも、あれ負けたな。空前ですね。あ、空前です、ね。そう、でも、小太郎からも、最初はなんかシレットだったけど、うん、途中から、あ、ちょっと追加いいっすか、うん、空前絶後って入れてほしいです。その時サンシャイン池崎の YouTube 見てて。やっぱかっこいいな、この人と思って。かっこいいね。そうすごいね。こうなりたいな、つって。そしたらね、兄が、エフェクトかけてくる。そう、エンジニアのテルヤ兄がね、そこをその経緯も話したら、じゃあそこは活かさなきゃダメだねって言って、空前絶後のっていうところに、こう、ディレイをめっちゃかけてくれて。空前ですごい。空前ですごい。空前ですごい。空前。マジでやばかったな。イエーイってなってる。その辺もね、楽しんでもらえたら、と思ってます。うんうん、で、空前ですごと、宇治のテンションの部分は、彼らの指定により、そうなったということが分かった上で聞いていただくと、また楽しみ方も変わるのではないかと、はい、思います、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、最後に一言あれば、全世界のリスナーの方に。本当に。聞いてください。人見知り入ったやつと終わらせたかったやつね。皆さん、聞いてください。たくさん。ぜひ、概要欄に貼っときますので、ぜひ聞いてください。面白い話聞きましたな、はい。ありがとうございました。それじゃあまた、バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。面白かった。